3年ぶりって立派だね。3年ぶりにアルバム作る人とか、はい、何年ぶりにアルバム作る人って俺立派だなと思う。その何年ぶりでしょ、うん、アルフィーなんて1年に2枚じゃん。いや今はそんなことないです。やっぱ3年とかなりますよアルバムが、はい、あ偉いな。え所さんは？俺は思い立った時しかできない。その3年とかなんとかできないね。あの例えばスティービー・ワンダーが10年ぶりとか、はいはい、そういうのを聞くと、うん、10年も曲を温めてたんだとか、うん、温めるタイプなの曲を、うん、あれレコーディングだと思って、うん、わっと詰め込むタイプなのか、それとも曲をこう溜めていくタイプなの、うん、あったのから引っ張り出してくるタイプ。おお、あったのからってことは普段ずっと作ってるってことなんだ、うん、ゆっくりゆっくりね、書くのがものすごい遅いから。うん、うんうんうん、じゃあいつもストックしてるっていうと言えば聞こえはいいけど、はい、あ発売日決まりましたって言ってからじゃ間に合わない。間に合わない、間に合わない。なので3年。あでもすごいですね、うん、そういう計画性と言いますかね。いやそこが回ってないんだよね。だから例えば3曲たまったとするじゃない、うん、するともうレコーディングザーッとやっちゃってアルバムにしちゃいたいわけよ、できた途端に。僕はせっかちだから、はい、早くやってそこから逃れて早く終わりにしたいわけ、うん、レコーディングメスタッフなんかとも会いたくないわけ。さっさと別れてしまいたいわけ。早くとにかく早く でビール飲みたくて、早くビール飲みたくて、早くやめとかで6時までやったらもう絶対やめる。毎日レコーディングは夕方で終わる。1週間ぐらいでアルバム1枚上げてしまいたい、うん、だから中島みゆきさんのレコーディングとか瀬尾ちゃんがロスへ行ったり帰ったり、うんはい、聞いてるだけで1年ぐらいなんかかかる、はい、いやいや1年はかかるから3ヶ月ぐらい。ボーカル入れはロス行ってやるわけ、はい、はい、大体はリズム隊と一緒ね。一緒で同時です。あそうか、同時なんですか。同時録音。うん、うん、すごいな、美空ひばりだね。え同時録音、うん、そう。でも後で孤独に歌うのって嫌になりません？まあ嫌だね。嫌でしょ。すごい嫌。そうだからやっちゃうんだ、リズムセクション取る。そうリズムの時に一緒に歌って、うん、それをその大体それで僕後で歌い直しは一切しない。ほう、うん、あ本当、うん、それは勇気あるね、むしろ。え、うん、じゃあかぶったりとかはもう完全に一応アイストレートして綺麗にする。でもこぼれることがアメリカなんてあるんだけども、ね、でも気にしない、そんなの気にしない。へえそれはすごい、それすごく男らしいな。うん、うん、すごい男らしいですよ、ねうん、決断の力の良さというかねえ、うん、それが難しいことだよ。俺そう本当に難しいところなんだけど、ボーカル入れっていうのは最後に結局一人で孤独にさ、みんな誰も来ないところでね、やんなきゃいけない。そんでね、後で歌だけ歌うとね、うん、演奏何回もやっても同じ演奏が流れてくるでしょ、うんうん、あれ嫌じゃない。確かに飽きちゃうというか、どうして私は違うのにみんなは一緒なのって思いません？向こうは一緒なんだよね。なるほど、はい、だからリズムで一緒に歌っちゃえば向こうも変わってくる。そう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 、はい、その都度みんな一緒に違うことをやるから。ああ、じゃあ演奏も歌も何テイクか。そうそうそう、うん、だから、ね、パターンとして何テイクか取って、でその中からいいテイクを取る、うんうん、ああ俺もそうしよう。え俺もそうしよう。今俺4曲あるんだけど、うん、それそうするわ。そう、それいいわ。そうしろ。その方が早いや。早いよ。まあ、早いです。まあ、早い。ボーカル入れとか言ってわざわざレコーディングのスケジュール取るのがバカバカしいや。う、うん、うん。俺、それ嫌だ。一人で行くのも嫌だもん、スタジオ。うん、今、拓郎さん嬉しそうでしたね。すげえ、いいこと聞いたぜ。今日良かったですね。ありがてえ、ありがてえ。かっちきに。これいいこと聞いた。そうか。性能取りだ。それはいいや。でね、その時にミーシャンと一緒に何テイクか取っちゃえばいいんですよ。ああ、そうかそうか。で、一番いいテイクを OK とすればいいんだ、うん、そうだ。まあ、本来はそうなんですもんね。元はそうだ。元々はね、うんうん。そうか、それはいい。それ、いつから、昔からそうやってんの？師匠と組んでから。そう、組んでから。さんと組んでから。だから、20年ぐらい前から。そう、誰のアイデア？僕のアイデア。あ、じゃうん、あそうなの、うん、俺には言わなかったね。あすみません、だってそちらは先輩ですもん。先輩には言えないです。言い分男と女でされてそんなことじゃない。先輩だから言えない。おかしい。そっかそっか。白い花のサッコロ歌わせるぞ。じゃあ1曲目、タコさん、その気に入ったという6曲目。6曲目、これ皆さんね、聞いてね、ポワーンとした気持ちになってください、うん、私もね聞いててね、ポワーンとなって、はい、ほにゃっとなりました。ほにゃっと、はい、これ聞きましょう。